渡辺さとみさん。はい。とても健康体です。心配されていたがんであるとか、そういうのもないですからね。嬉しくないですか？いや、嬉しいです。そうですか。本当ですかね、これ。誤診の可能性っていうのは。いや、渡辺さんの体ね、渡辺です。渡辺さんの体、普通より丈夫ですから。メンタルも弱いんですよ。そうね、それを補っての丈夫さがありますから。お疲れ様でした。帰っていいですか、もう。帰っていいですよ。大臣どうぞ。目にした途端それは消え、また近づくと。渡辺さん、なんでこんな遅いの？あ、すみません、ちょっと体調が悪かったんで。じゃあちゃんと連絡してよ。ていうかそんな暇ないんだけど。すみません。あなたもうすぐ4年目でしょ。いいのそんなんで。はい。はいじゃないんだけど。あなたのケアしてる暇ないのよ。今行きます。やる気ないならやめてよ。あんたどこ行ったの？病院。え、何、どっか悪いの？どっか悪かったらいいなと思って。で、どうだったの？すごい褒められて最終的に追い出されちゃった。おいしくないなこれ。やめたいならやめちゃえば。ひどい。どうせやる気ないんでしょ。まあでもいいかな、もう。もしもし、お疲れ様です。はい、今、病院にいるんです。はい、失礼します。はい。はない。
渡辺さん。はい。これ間違えてる。どの辺がですか？全部ずれてるの、最初の数字から。すみません。いいや、もう。あきちゃん。はい。直しといて、これ。わかりました。どこ行くの？してみては、いつか出会ったあの人たちは何してるんだろう。時計の針は進み、記憶も奪われそうで、流れゆく僕がたどり、
少年少女はうたた寝しながら夢の続きを見てる。帰らない時間の面影を不意に呼び覚まして、明日なんて知れやしない、してます。渡辺です。覚えてますか？あ、もちろん。どうしたの？あったあった、お待たせ。一回も顔見せないから心配しててさ。すみません。はい、32期だよね。わざわざ卒業アルバム見に来たの？まあ、はい。あの頃の渡辺さん、きっと狼って感じだったから、すっかり元気そうだね。そう見えます？うん。あ、そうだ、藤崎ヶ原だ。思い出しました。ありがとうございます。もういいの？先生、あの頃私のことどう見えてたんですか？本当に一匹狼？うん。本当は気づいてましたよね、何度か目もあったし。まあ先生のせいじゃないですから。経験値の浅いままでいつできる何ができたっていい加減学んでみてよ。傷はまだ癒えてもいないね。迷路行く末抜けてるんだよ。バネを入れてみて。だけど何もかもが心を迷わせて、人知れず思いを打ち抜かれてる僕の精一杯。何もかも
経験値の浅いままで、いつできる何ができたっていい加減つないでみてよ。不揃いのパズルに気づく迷路行く末だけど、何もかもが心を迷わせて、人知れず思いを打ち抜かれてる僕のスレイバー、何もかもが心をかすませて、そうなっちゃうか。一回休みますか。松田さん。どこ行くんですか。あとやっといて。はい。やっといて。流行と惨事だ。なんだその
ねえ、ねえ。はい。何してんの？別に。どこ行きたいの？ちょい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 。はい。乗ってく？大丈夫です。いや、違くて。乗ってく？大丈夫です。なんで？お忙しそうですし。忙しくないよ。俺普通に大丈夫だからさ。乗ってよ。嫌です。なんで？サングラスがちょっと。これ？はい、これ大丈夫かね。乗ってよ。大丈夫です。いや俺大丈夫だから、本当何もしないからさ。あれ近くない？はい。俺が頼んでるみたいになってない？なってないですよ。そう？お金ないけど、いいですか？うん、いいよ。まあ、そんなに言うなら。寒くない？大丈夫です、大丈夫です。ごめんごめん。元気ですか？僕は今も仕事に追い立てられてます。なんとなくはやれてるけど、この虚しさなんだろうか。
名前は？わかんないです。俺は松田です。お名前は？わかんないです。おい、初対面ではちょっと。俺車乗せてるからね、名前ぐらい良くない？渡辺です。あ、そう、簡単な方の渡辺。渡辺純一の渡辺です。渡辺純一の渡辺わかんないわ。で、どこ行くの？はい、どこがゴールなの？とりあえず藤崎ヶ原の方。おお、結構行くね。何すんの？ちょっと掘るものがあって。何それ？何掘んの？埋蔵金？何してる人？ニート。そうなんですね、ニートの人初めて見た。キモ。酔うのはいいけど明日まで引っ張るなよ。明日もいいんですか？金ないんでしょ？金ないっすね。携帯。渡辺さんって仙崎出版の人なの？大きいだけで何も楽しくない。誰も優しくしてくれないし。もう辞めたからいいけど。どこで何するかだけ教えてよ。なんだっけ。あ、私小学校の時クソいじめられたんですけど、修学旅行だけはちゃんと行ったんですよね、藤崎ヶ原で。何か勝手に埋めたんですよね、一人で。何埋めたの？それが思い出せなくて、死ぬ前にそれだけ確認したくて。え？ん？病気？いや、積極的に。なんで？わかんないですけど。そう。親とか友達心配しない？いないんですよね、両方。会社の電話番号しか覚えてないわ。その人は？あ、神谷さん。神谷さんは優しいから私によくしてくれるだけで友達じゃないかな。え、待って、ねえ、これ切っているじゃん。お疲れ様です。え、あ、この間撮影ありがとうございました。はいはいはい。次の子ですか？あ、ちょっと待ってね、迎えにセブンあるから切って的な。ありがとう、ありがとうございました。ねえ、
さんぐらいにしか頼めないので、お世話になりましたと皆様に伝えておいてください。机の上のものは全部捨てちゃってください。家の鍵も開けっぱなしなので、欲しいものがあったら持って行ってください。お葬式とかも大丈夫です。さようなら。ごめんね。食べ納め。なるほどね。渡辺さん、ちょっと明るくなっちゃったね。早く死んでほしい。あとどのぐらいかかりそう？ああ、もう眠くなってきたから明日には着くかな。そっか。言葉と
子供のしたことですよ。砂？砂？まあまあ。砂って砂？砂？ねえねえ、バカだったのかな私。今日ぐらいホテル泊まろう。え？今日で最後でしょ。じゃあニューオータニがいい。はいよ、ラブホしかないよこの辺。もう何でもいいや。行くよ。砂。分かったよ。砂か。どうやってしてんの？全然考えてなかった。どうしよう。何が一番苦しくないかな。俺死んだことないから。飛び降りとかのがいいのかな。首吊りだと迷惑かかりそうだし。明日考えればいいか。もう少し早く会いたかったな。あんた今なかなかダサいよ。無理強いはしませんけど。
何してんの？何してんの？渡辺さんさ、何の俺が渡辺さんについていったか分かんない。は？全然知らないじゃん。渡辺さん死ぬって言ってたじゃん。あんた何なんだよマジで。飛んで今。早く。知ってたよ私。何が？なんでついてきてくれたか。ちょっとなんか羽織るもん持ってくるわ。何も気づかず過ごせる、何もなくいられるけど。
たがそんなに弱い人だとは思わなかった。そんな言い方ってあります？言い訳です。私これからは言葉遣いには気をつけます。あなたも何か言いたいことがあるんだったら直接言って。それでいい？はい。今日はもう帰りなさい。浅沼さん。はい。今度はもっとうまくやってよ。次は神谷さんも誘うね。早く帰んな。空を飛ぶ